京都丹後鉄道の鉄用をいをだきに天の橋立駅まで来ました。ここまで来て天の橋立を見ないわけにはいきません。やはり高いところから見下ろした絵が頭に浮かびます。真面目に観光ガイドなども読んでいませんが、駅からの人の流れを見れば、この人たちについていけばいいということがわかります。そこでまず上から天の橋立を望むことにしました。 人々が行く先にはその名もズバリ天の橋立てビューランドがありましたここでは展望所までのモノレールかリフトを利用することになります私はリフトを選びましたリフトとモノレールは隣り合わせでした高齢者のことを考えて乗り降りが楽なモノレールを備えているように私には思えましたリフトの乗り降りは考えなくてもいいのです リフトのそばにはピンクの花が咲いていてとてもきれいでした。まあ花の名前はわかりませんけどね。リフトから振り返るとそこには天橋立が徐々に姿を現していました。展望所には見晴らし台があってやはりまた覗きをやっています。私もやってみましたが そこにも天橋立てはあって何が違うのかよくわかりませんでした。この辺は事前のお勉強が大切かと思います。桜もちょうど見頃で季節としてはいい時期だったと思います。山側にリフトでしたが海側には観光船がありました。ここにも列ができています。そりゃ船から見てみたいと誰でも思いますよね。 私も乗りました。乗り場ではかっぱエビせが売られていました大好きな自分は買って食べようかと思ったのですがなんとそこには「カモメの餌」と書いてありました人間のおやつでは実際船の上ではカモメにエビせをあげる人が多くいましたカモメも心得たもので上手に食べていました エビセンを手に持ってホールドしていると、指先に飛んできてそのまま食べようとしています。カモメにはエビの匂いがいいものなのかもしれませんね。ここにも海の京都とあります。そうですね、天の橋立ては海を隔てています。やはり自分には京都と海はリンクしていなかったことを思い出させられました。 京都には海もありますしそれはとてもいいものです雨は降っていませんでしたが空は雲に覆われていましたちょうど観光船に乗っている時に雲の切れ間から光が差しましたこれで水面がキラキラと輝いて非常に美しかった光が差したからそう感じたのでしょうね これが太陽がずっと出ていたら水面はまぶしいだけだったことでしょう。 京都丹後鉄道は特徴ある車両観光列車に力を入れているようで天の橋立駅には黒松が止まっていました有名な天の橋立があるのですから観光列車に力を入れるのはいいことだと私は思います本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました